皆さんこんにちは、ギターショップ2ステップでございます。本日ご紹介させていただきますのはこちら、じゃじゃん、2ステップのお店の在庫紹介でございます。いつもお届けさせていただいてます2ステップ動画、もうインターネットで広島ギター販売で検索しても大手のヤマハさんや島村楽器さん、あの ESP 直営のビッグボスさんとか出てくるんですけども、もうインターネットなんかでもうちの店は見つけられないよっていうぐらいこうマニアックに40年間以上やってきましたんで、そんなマニアックなギターショップ2ステップの本日は在庫紹介をしたいなと思います。はいはい今ね外国の方が捉えましたけど、そのようにギターショップでは在庫紹介をさせていただきたいなと思います。いつも動画でヴィンテージギター紹介させていただいてるんですけども、2ステップギターにはまだまだ訳ありの商品やまだ売れてない商品ですとか、実は結構いいやつみたいな楽器もたくさんありますので、そういったものを本日はちょっと動画を通して皆さんにご紹介したいなと思っておりますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。では本日のギターショップ2ステップの在庫紹介をさせていただきます。ナビゲーターをご紹介したいと思います。ナビゲーターはこの方。はい、というわけで本日ご紹介してくれるナビゲーターは2ステップオーナー永野さんです。よろしくお願いします。お願いします。では永野さん、皆さんいつもね動画で部屋の中の一部しか見てないんで、入り口からご案内の方お願いします。はい、どうぞこちらへ。はい、では手前のギターから。これはアーガスというギターなんです。僕もあのストラトとかテレキャス、レスポールとか手掛けとったんですけれども、その後にできたやつですね。どう見てもこの奇抜な格好はシーノさんのデザインじゃないのかなと思う貴重な、誰も買わなかったギターです。でも材はいいの使ってるから面白い音はしますよ。まあ、ちょっと変わったことをやりたいという方にはよろしくお願いします。もう格安でお化けします。5万円ついてますね。4万円ぐらいでもパウンと売ります。3万円でもいいから。続いてデバイザーというギターです。これはデバイザー、あの有名な百瀬さんの弟子たちによるプロジェクトなんですよ。だから結構優秀ですし、パーツ屋なんかに関しても結構こだわりを持って作ってます。おいくらですか？これいくらするんだろう。15万ぐらいだと思いますよ。それでも安いんじゃないのかな。15万だったらプロジェクトですからね、いいと思いますよ。続いてヤマハの SG ですね。SX-800、 これがあの、まあ、SG の原型と言われるやつなんですけれども、8万円、なかなかもう昭和レトロの SG という感じですけども、音結構いいもんねこれね、うん、結構やっぱしね硬い材使ってるんですよ。メープルバとかマホガニーとかいい材を使っとるんやけれども、ヤマハの音を出そうとするからちょっと失敗してるのかなでもこれはこれで弾く人が良ければ絶対かっこいいと思うんですけどね。8万円ですけれども、7万円、6万5千円ぐらいにはします。これは結構動画でも使ってる。これね、右用ですけども、地味変用に右にコロッと左右対称にしてあるギターですね。結構やっぱしアームの力やなんかでも右と左でアームするのは違うらしいし、細かく言えばここのピックアップの高さが違うんですよ。ランダム仕様になったよね。ランダム仕様になったんですけど、だいたい一番ここが低いんですよ本来なら。それがここが一番低くなってます。いろいろ考えてあるギターですね。ラッカーでできてるもんで、あのなかなかよろしいと思いますよこれは。音もいいもんね、うん、これ好きですよ、うん、これは15万ついてますけど12万ぐらいでもいきますよ。テスコ、テスコ行ったら、僕ら知ってるったら変な形のしか知らないですけどね、穴が開いたやつとか変な格好とかギターしか知らないんですけども、真面目にフェンダーのデラックのコピーをしております。テスコって書いてあるの俺見たことないんですこれ。それでボディに、あのマイクにもテスコ、テスコ、初めて見るギターです。これがバーニーのブロンコ DX。 あ、こう、え、こう、こう、コブラ、コブラ DX。ここらの辺なんかもう全然読めないな。バーンズってからちょっと本来ならイギリスの ギターやったんですけれども、アメリカへ買収されていくんですけど、ボルドウィンとかいう名前になるんですけど、またバーンズという名前で、これも昔ながらのピックアップで、女の子が弾けばちょうどいいようなスケールの長さです。可愛らしいですね。可愛らしいですね。シャンパンピンクでなかなか可愛い。はい、続いて、はい、これはヤマハの SG700 ですね。3000、2000、1000とあっての廉価版になります。でもやっぱり音が粘る、粘りのデスポールよりも音が粘るという独特な特徴のあるギターです。ここはちょっとあのセットが短いもんで、ここにネジ止めをしています。で、強度を保ってます。これでシングルコイルとハンバッカーの切り替えになってます。押すんじゃない？うん、押すんです。普通は引っ張るんですけど、ヤマハは押して変わるというやつ。ちょっと値段が高いんですよ。
はい、こちらおいくらでしょうか。これが8万円ぐらいだったかな。それをまあ7万円とか。はい、続きまして、この高峰、高峰の508。高峰は途中から結構合板でいろんな音が出せれるようにしたギターです。あのピックアップで音を取るもんで、もうコラのイコライザーなんかもすごいですよね。本当にくっぽりいろんなことがついてます。それであの音質を食べるために形も小さくなって、こういうグリップがしやすいように内側にフレットを削ってあるんです。握りやすいために。まあ、結構あの 今ではもう高峰で知れてますけど、昔はオベーションと共通の輸入業者がやってたもんで、オベーションよりも高峰の方が人気があったんです。でステージやなんかでもオベーションはオベーションの音しかせえへんから、やっぱし高峰がいいなというので、オベーションも高峰のプリアンプをつけるようにしていろいろ音を改善してきました。なかなかコスト的にはいいんですよ。見た目もかっこいいしね。だからもうボディが小さくても音が出るようになったんです。おすすめです。これが PT の大きいやつですね。だいたい昔は低音出すためにやっぱりボディも大きかったんです。コントローラーもボリュームとトレブルとあのベースみたいな形でそんなにたくさんはついてなかったんです。さっきのやつに比べたらね、全然違います。やっぱり低音出すためにある程度ボディを大きくしてやったんです。そしてこれがなんと僕の友達の村下幸三がギャラの代わりにもらってくれたギターだったんです。信じるか信じないかはあなた次第です。でも3万円でも売りますよ。これはなかなかいろいろ話を聞いたら、あ、そうだ、こういうことがあったのかなという納得をされる一本です。おー、ごついの来ましたね。 HD の28ですね。1990年代のやつだろうとは思うんです。ただちょっと娘さんが、ね、写真のアルバムとか写真立てを上にポポ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 ンと落としちゃって、ちょっとこういう傷がついちゃった。ただあの上からポンとじゃなしにこう立ててる時にこういう形で落ちてったもんで、直接下にドンというのではないです。だからそんなにあの上のラッカーに傷があるけれども、中のスプルースとかには傷がないです。あ、このサイドもサイドもまあちょっとこれがサイドが出てたからちょっと傷んだかなとあるけど、こっちはまるっきり弦とかあって、そのまま枠が素通りしてくれたというか下に落ちてくれたもんで、直接も下まで行くという傷はなかったです。じゃあ割れたというよりかは擦っちゃったみたいなことで思っていただければ、これがなければ50万してもいいような音してます。それが半額で、これはめちゃくちゃなります。はい、いいですよ。意外ともう気にしない人はこれでいきましょう。はい、で横がこの間動画でやったギルドですね。ギルドですね。もう墓なんだかな、これはほんまなかなかいい材ですよ、ほんと。まあ当然あの指板はいいやつですね。真っ黒いやつ。68年あたりですかね。特徴としては天板というんですけれども、だいたい木が使われてるんですけれども、これがセルロイドで作ってるんです。だからちょっとずつね、あのずれてくる時があるんです。だからあんまり作ってないんですけれども、またそれはそれなりに味合いのある格好になってます。これはだからあれだよね、コメントも入ってたけど、山下達郎さんとか井上陽水さんとかね、結構皆さん使われてるんだよね。当時ね、ギルドって入ってこなかったんですよ。だから販売店がね、本当にギブソンとかマーチンとかみたいにはっきりしてなかったもんで、柳瀬とこで通ったんですよ。もうそこではもう弦も安くて多くのメッカという形であったところです。今でもあるのかな、ちょっと兄弟で揉めたという話を聞いたこともありますけれども、まあそれほど当時ではフォークをやってる方がギルドはここで買うんだねっていう形でよく来られてた店らしいですよ。まあ、動画をこれで作ってるやつなんで、ぜひぜひ気になった方は動画の方もご覧いただいてご連絡ください。はい、はい、続いて皆さんお待ちかねヴィンテージエレキコーナーでございます。はい、というように入り口から小入って今ずっとずらーっとギターをずらーっと紹介してきましたが、このようになっております。奥がですね、まあ、ベースだったり、藤村くんのリペアの工房ですねがあります。今日は藤村くんね、ちょっと病欠でいないんですけど、元気になってまた早くね戻ってきて、皆さんにいろいろとまた3人でギターを紹介していきたいなと思います。いくらでもね、安くできるもんはたどりとかっていうのがありますので、そんなんはもうお安くでも売りますので、初心者の方とかでも十分にいけるように、またかっこよく弾けるやつがありますので、ぜひ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 
よろしくお願いします。はい、というわけで最後まで本日も動画をご視聴くださりありがとうございます。また次回たくさんいいギターを紹介していきますので、これからもご視聴の方よろしくお願いいたします。本日もご来店ありがとうございました。